なぜ社長令嬢のあなたがこんな仕事を？目の前には俺が勤める会社の社長令嬢がいる。昼間の彼女とは全く違う様子に驚いた。少し不安そうな彼女の顔を見て、誰がこの女性があのじゃじゃ馬御令嬢だと思うだろうか。2年前に妻を失った俺は引きこもりになり、人生に希望を見出せないでいた。だから誰かと夜を迎えるなんてこの先絶対ないと思っていた。薄暗くて殺風景な部屋は俺と彼女の2人の声しか聞こえない。本当にいいの？俺の問いかけに彼女はゆっくりとうなずいた。彼女と出会い、俺の人生は大きく動き出す。なあ京介、今日も出てこれないか？お前と話がしたい。重たく無機質な玄関ドアの向こうで友人の春菜が問いかけてくる。春菜は高校時代からの親友で、常に俺を気にかけてくれていた。俺は春菜の声が聞こえているのに返事できずにいた。京介、お前が心配なんだよ。なあ、声だけでも聞かせてほしい。ごめん、ごめんな、春菜。京介、聞こえてるのか？なあ、少しでも出てこれねえか？ごめん、無理だ。俺のか細い返事に、春菜は最初反応したが、俺が出てこないと分かったら、また来るな、と言って帰っていった。ごめんな、春菜。本当にごめん。俺は薄暗い殺風景な部屋の隅で、手に持っている写真を眺めた。その写真には、俺と女性が写っている。新婚旅行の時の写真だ。なお、会いたいよ。俺は写真を握りしめながら、涙を流した。俺は、当の京介33歳。2年前に病気で最愛の妻、ナオを亡くした。ナオの死後、何をするにも幸せを見出せなくなってしまった俺は、好きだったシステムエンジニアの仕事を辞めて、2年間、ほとんど家から出ずに過ごしてきた。食事は配達や近くのコンビニがメイン。生活費は貯金を切り崩し、足りなくなったら、短期システム構築のアルバイトをして食いつないでいた。遊びや趣味に関心を持てず、ただ時間が過ぎるのを待つような生活。親友の春菜はそんな俺を心配して定期的に様子を見に来てくれている。春菜の職場がうちから近いこともあって、春菜の仕事後に飲みに行こうと誘ってくれることもある。すでに両親が他界している俺は、春菜の存在がありがたかった。しかし、未だ春菜に姿を見せる勇気は出なかった。ナオが死んでから、毎日泣いている。顔もやつれていて、ひどい。人様に見せる顔ではない。それくらい、ナオの存在は俺の中で大きかった。まぶたを閉じれば、ナオとの思い出が蘇る。料理上手で明るいナオはいつも俺の心を照らしてくれた。俺とナオはまだ結婚して2年だった。子供は2人欲しいね、なんて話している矢先の出来事だった。ナオは死んでしまった。明日がナオの三回忌。時の流れる速さに驚きつつ、あの時から何も変わっていない自分に嫌気がさしていた。三回忌は淡々と終わった。久しぶりにひげを剃った。三回忌のために髪も切りに行った。清潔な身だしなみをすることが、ナオへのマナーだと思ったから。お寺の隣の墓地にあるナオのお墓も丁寧に磨いた。いずれは俺もこの墓に入る。俺は優しくお墓を撫でた。
待っていてな、ナオ。ナオのお墓にお供え物をして帰ろうとすると、女性と目が合った。寺院墓地なので、他の方の線香をあげに来たのだろう。パッと目を引く美しい女性だった。墓を撫でる様子を怪しく思ったのか、俺のことを凝視している。成人男性が一人ブツブツ言いながら、涙目で墓をさすっているのだから無理もない。彼女の目元はどこかナオに似ている気がする。そんなことを考えていると、彼女と数秒目が合い続けて、気まずくなり慌てて目をそらした。あ、すみません。失礼します。あ、ちょっと。女性は何か言いかけたが、いたたまれなくなった俺は逃げるように去った。これが、うららさんとの初めての出会いだった。お寺の方にお礼を言い、お寺を後にすると、春菜がいた。春菜も、直と生前は親交があり、今日の三回忌に来てくれていたのだ。終わってからだいぶ時間も経ったので、帰っていると思ったのに、どうやら、俺のことを待っていたらしい。京介、少し話そう。優しい声で春菜が話しかける。彼が頻繁にうちに来てくれていたことは知っている。留守番を使ってしまう日もあった。それでも春菜は根気よく俺に構ってくれている。そんな罪悪感から、俺は春菜の後をついていくことにした。京介は、このままでいいと思っているのか。近くの喫茶店へ行き、奥のボックス席に着いた瞬間、春菜が単刀直入に聞いてきた。よくないとは思ってる。俺は弱々しく返す。直ちゃんが亡くなったことは本当に悲しいことだ。でもな、もう2年経つんだぞ。そろそろ立ち直ってほしい。辛いのはわかるが、俺は今の京介を見ることが辛い。春菜の苦しそうな表情に胸が痛くなる。このままじゃダメだというのは、俺が一番よくわかっている。生きているのに死んだような感覚。ホットコーヒーを持つ手が震える。でも、俺のせいでナオが、京介、自分を責めるのはやめろ。ナオちゃんも天国で京介のことを心配しているぞ。本当にこのままの人生でいいのか？京介が廃人になって人生を終えることがナオちゃんの幸せなのか？それは違うけど。春菜のまっすぐな目を直視できない。ナオに対する罪悪感、春菜に対する罪悪感で胸が張り裂けそうだった。春菜はホットコーヒーを飲みながら言った。なあ、京介、仕事しないか？俺の勤めている会社で。仕事？お前の会社って確か家事代行サービスの会社だったよな。俺に勤まるかどうか。ああ、ちょうど営業事務の契約社員を探していてな。パソコン業務がメインで、システムエンジニアの経験がある京介にぴったりな仕事だと思うんだ。契約社員ならお前も気兼ねなく応募できるだろう。今後正社員になれる可能性もあるし、詳細な仕事内容や業務形態をスラスラ話す春菜、さすが営業部期待のエースだ。いや、でも、俺には無理だよ。京介なら絶対にできる。一緒に働こう。俺が京介と働きたいんだよ。春菜は俺の今後のことも考えて誘ってくれている。そう思うだけで胸が熱くなった。思えば春菜は昔から面倒見のいいやつだった。春菜がそう言うなら、面接だけでも受けてみようかな。
春菜の熱意に押され、俺は家事代行サービスの会社に面接を申し込んだ。面接を無事に合格し、入社してあっという間に2週間が過ぎた。営業事務部は営業が持ってきた契約書などを処理する仕事だ。会員7名の比較的小さな部署だが、和気あいあいとしている。遠野くん、君仕事早いね。契約社員にしておくのもったいないよ。課長が俺の席にやってきて褒めてくれた。ありがとうございます。斉藤さんの教え方が上手なんです。隣に座っていた指導係斉藤さんは、やだ遠野くんったらと俺の肩をバシバシ叩く。斉藤さんはベテラン事務の女性、豪快な方でおつぼね感は全くない。ガハガハと笑う顔は安心感があり、見ているこっちも笑顔になる。ザ・キモッタマ母さんと春菜が言っていた。パソコンが得意な俺は仕事も順調に覚え、めきめきスキルアップしていった。上司も同僚も優しい。人と関わって認められることがこれほど素敵なことだとは思わなかった。まだ思い切り笑うことはできないけど、こんな自分でも頼られている。社会性と自信を失っていた俺にはとてもいい職場だと思った。お昼のチャイムが鳴る。春菜が俺の席にやってきた。京介、お昼行こうぜ。うん、行ってらっしゃいと大きな声で言う斉藤さんにお辞儀をし、俺は春菜の後を追った。営業事務部は営業部の隣にあり、春菜が定期的に話しかけてくれるのもありがたかった。うちの会社は対顧客ということで営業部に力を入れている。個人向け、法人向けの2部署があるが、春菜は個人向けの営業でトップ成績らしい。俺がグダグダしている間にどんどん出世している春菜は眩しかった。エレベーターホールで春菜が俺に話しかける。京介、仕事順調みたいじゃん。そうかな。京介、もともと頭の回転が早くて容量いいからな。絶対うまくいくと思ってた。春菜が嬉しそうに言う。俺も嬉しかった。いつか正社員になれたら、春菜に美味しいものでもおごってやろう。俺たちがエレベーターで1階に降りると、何やら騒がしい。このビルは自社ビルなので、会社の人間しかいないはずだが、春菜が何かを見つけたらしい。ああ、うらら様だ。うらら様？ああ、社長令嬢だよ。京介の視線の先には、綺麗な女性がいた。色が白く、クリッとした瞳は、お嬢様がぴったりだ。鮮やかな色のブラウスも、彼女に似合っている。どうやら、そのご令嬢と社長が揉めているらしい。彼女とどこかで会ったような気がする。どこだったっけ？俺は社長とご令嬢のやりとりを見ていた。どういうことですの、お父様。私は嫌よ。もう決めたことだ。異論は認めん。そんな。社長に冷たくあしらわれ、ショックを受けた顔の彼女を見て、春菜が教えてくれた。ああ、また社長に怒られてる。あのご令嬢、ジャジャウマで有名なんだぜ。ジャジャウマ？あ、思い出した。お寺で会った人だ。まさか社長令嬢だったなんて。世間は狭い。まあ、でもただの契約社員と社長令嬢が関わる日なんて来ないだろうし、関係ないか。と思っていたら、うらら様が俺たちに気づき、俺の方を指さした。あなた！え？思わずすっとんきょうな声が出る。春菜が怪訝な顔をする。なんだお前、うらら様と知り合いか？え、ああ、この前寺で会って、いや、見かけて？俺、別に知り合いではない、かな。うらら様と俺が出会ったのなんて、たかだか数秒だ。うらら様のような人が、俺のことを覚えていることに驚いた。うらら様が俺を呼び止める。ちょっと、そこのあなた。待って。
え、あ、はい。俺は思わず立ち止まる。しかし、社長が俺らを制止した。君たち、構わず言ってくれ。今、親子の問題を解決する時間なんだ。すまない。承知いたしました。社長に言われたら、俺は行かざるを得ない。戸惑いながらも、俺らは会社を出た。仕事にも慣れてきた頃、春菜がうちに遊びに来た。俺は居酒屋を希望したが、春菜に押されて、会社が近いうちで宅飲みをすることになったのだ。なんだこれ。春菜が俺の部屋を見て絶句する。だから、居酒屋がいいって言っただろう。俺の部屋は綺麗ではない。むしろ掃除は行き届いていない。仕事が始まってついかまけてしまっていた。家事代行サービスの会社の人間の部屋か。俺は営業事務部門だから。お前、運気下がるぞ。春菜が真面目な顔でそんなこと言うもんだから、思わず小さく吹き出してしまった。春菜は安心したような顔になる。俺はそれまで満足に笑えていなかったことに気づいた。ありがとうな、春菜。おう。俺は素直にお礼を言った。春菜は照れくさそうにしている。ところで、京介、うちの家事代行サービス使ってみないか？え、そんなお金ないし。シャワリが効くんだよ。大幅にな。春菜がクーポン券を渡してきた。うちの会社のクーポン券で契約社員でも使えるらしい。いや、でも、なおのものとかもあるし。触られたくないものは別の部屋に置いて、その部屋は入らないでって言えば OK だよ。ぜひ一度使ってみてくれ。手作りの美味しいご飯も食べられるぞ。いや、でも。いいからスマホ貸せって、代わりに申し込んでやる。え、ちょっと。俺は春菜にスマホを取られ、半ば強引に家事代行サービスに申し込まれた。さすが営業、手際がいい。シャワリで9割引きになるみたいだし、気に入らなければすぐ止めればいいか、と軽く考えていた。え？飲み会から3日後、初めての家事代行サービス利用の日。初日は、契約の確認も含めて対面で家事担当者と出会わないといけない。その担当者が俺の家にやってきたのだが。どうもこんにちは。大倉家事代行サービスから参りました。大倉うららです。うらら様。玄関でニコニコ微笑む女性は先日見かけた社長令嬢のうらら様だった。え、なんでうらら様。失礼します。ちょっと待って。俺を無視し、笑顔で家に乗り込もうとするうらら様を慌てて玄関で止める。うらら様は少し不機嫌そうに止まった。なぜここに。社長令嬢ですよね。そうよ。私は大倉株式会社の社長令嬢、大倉うららよ。ぶっきらぼうにそう答えるうらら様。ここに来るのは不本意そうだ。なんでこんなところに。だな。うらら様の声が小さくなる。俺は思わず聞き返す。え？お父様に言われたの。家事できるようになるまで修行してこいって。お父様ってことは社長か。俺は素直に質問する。でもまたなんで急に。私、お見合いするの。社長令嬢だから。ああ、さすが社長令嬢。結婚も決まっているんだな。住む世界が違う。でも、家事代行サービス会社の社長令嬢が、こんなに家事ができないなんてありえないって、お父様に叱られて、家事できるまでお見合いは先延ばしになったのよ。え？どうやら、うらら様の日頃の行いを憂いた社長が、うららを一人前にすると家事代行サービスの担当者に借り出したらしい。社長曰く、顧客評価で花丸をもらうまで帰ってくるなということだ。うちの家事代行サービスでは、お客様が担当者を花丸、丸、三角の3つのレベルで評価する。
どうやら最高ランクの花丸をもらってこいとのことだ。平然と答えるうらら様、困惑する俺、じゃじゃ馬社長令嬢に掃除されるなんてたまったもんじゃない。俺は家事をせず評価だけつけることを提案した。俺が花丸をつけておくので、今日はもうお引き取りいただいて。いやよ、家事します、お願い、練習させて。いやでも。何よ、私の家事に文句ある？私あなたの会社の社長令嬢よ。う、格上の権力を持つご令嬢に言われてしまったら断れない。はあ、今日だけですよ。彼女の必死のお願い、いや脅しに俺は折れて彼女を家にあげることにした。俺の名前は遠野京介です。契約社員です。京介、私のことはうららと呼んで。はい、うららさん。10個くらい下の彼女に呼び捨てされ、何とも言えない気持ちになったが、うららさんの家事代行サービスが始まった。いやー、京介、来て。ちょっと、臭い。台所で慌てるうららさん、フライパンを振り回している。焦げた匂いがあたりに充満し、俺は慌てて換気扇をつけた。開始10分で気づいたが、うららさんは家事が全くできない。洗濯機も回せないし、掃除機をかけた時はコードに絡まって転んだ。料理もこのありさまだ。俺は9割引きの社員割の理由が分かった気がした。きっと育成のために、まずは社内の人間の家で仕事に慣らすためのサービスだ。いきなりお客様の家でデビューは気が引けるし、社内の人間なら意見も言いやすい。まあ初心者って言ってもここまでひどい人はなかなか来ないと思うけど、俺はとんでもないくじを引いてしまったようだ。春菜のやつ、詳細は説明しなかったな。何作っていたんですか？オムライスよ。平然と答えるうららさん。しかしフライパンの中にあるのは炭の塊だ。俺作りますよ。いいえ、家事代行サービスですから。京介は座っていて。やる気だけは人一倍のようだ。うららさんは次の卵を持っていた。しかしこのままだといつか家を燃やされかねない。心配している俺をうららさんは無理やりリビングに連れ戻した。うららさんは俺がリビングに戻った後もブツブツ言いながら料理を続けている。ここまではうまくいったのに、なんでうまくできないんだろう。泣きそうなうららさんの声。そういえばなおも昔は料理が苦手だったな。ふとなおのことを思い出す。何回も一緒に作って覚えていったのだっけ。温かい思い出と、今はもう得られないという残酷な事実に胸が締め付けられる。よし、キッチンに戻り、俺はある提案をした。一緒に作りますか？え？俺一人暮らし長いし、あらかた家事はできます。一緒にやった方が早いし、どうですか？一緒に。俺の提案に相当驚いているようだ。まあ無理もない。家事代行サービスを頼んでいる家主が雇っている担当者と一緒に家事をするなんて前代未聞だ。うららさんは少し考えた後、恥ずかしそうに言った。まあそうね、京介がやってほしいならやってあげないこともないわ。お願いできる？わかりました、よろしくお願いします。素直じゃないお嬢様だなと思いつつ手を焼いてしまうのであった。無事に料理を作り終え、掃除や洗濯を終えたうららさんが俺の方を向いた。ではまた明後日ね。あっけらかんとしている俺は戸惑った。え、次回もあるんですか？本当にいいんですか？ええ、大丈夫よ、それが私の使命だから。お願い。断られるとまずいのだろう。先ほどまでの態度と打って変わってどこか不安そうだ。あの家事能力だと
他の家に行っても手よく追い出されるだろうな。なんだかかわいそうになってしまった。まるで捨て猫を拾ってきてしまった感覚だ。俺はうららさんの真剣な瞳に見つめられ、断れなくなってしまった。うららさんがいいのであればいいですけど。本当？じゃあ明後日来るわね。うららさんは先ほどの不安そうな表情から笑顔に戻る。切り替えの早い人だ。表情がコロコロ変わる。うららさんは嬉しそうに出て行った。疲れがどっと押し寄せる。うららさんが帰宅したのは22時を過ぎていた。こんな時間まで誰かと一緒にいるのが久しぶりで、不思議な感覚だった。もうこんな時間は俺の人生で来ないと思っていたから。それからうららさんは平日2回と休日1回、家事をしに来るようになった。本来の家事代行サービスであれば、俺が仕事から帰ってきた段階で掃除が完璧に終わっており、俺は晩ご飯を食べるだけだろう。しかしこの特殊すぎる家事代行サービスは、俺の帰宅時間に買い物を終えたうららさんがやってきて、一緒に料理を作って食べるスケジュールだ。食べることまで入れているのは、料理を早く覚えてもらうため。何事もトライアンドエラーが大切だ。うららさんもそれで了承してくれた。本来の家事代行サービスとかけ離れている気がするが、俺は特に予定はないし、人が来るので部屋も片付けるようになり、お互いにいい方向に進んでいる気がした。本日のメイン料理は肉じゃがだ。家庭的な料理から覚えた方がいいだろうと思って、献立は俺の方で考える。台所で並んで玉ねぎの皮を剥きながら、うららさんがぽつりと話し始めた。私ね、誰かと料理したことないの。え？家にはお手伝いさんがいて、自分で料理作ったことなくて、父も会社を大きくするために大忙しだったから、ご飯も基本一人で食べていたんだ。そうなんですね。うん、だからなんだか新鮮。誰かと何かを作るって楽しいことなのね。綺麗に皮を剥いた玉ねぎを見ながら、うららさんは微笑んだ。俺もうららさんと料理できて嬉しいです。何それ。うららさんが俺の肩をバシバシ叩く。でも俺の意識は過去に行っていた。俺も昔はナオと一緒に料理をしていた。ナオと料理する映像が脳裏に浮かぶ。でもあの日から全く料理しなくなってしまった。黙ってしまった俺を不思議そうに見るうららさん。その視線に気づき、慌てて微笑み返した。数秒の沈黙の後、うららさんがぽつりと話し出す。どこか寂しそうな声で。京介ってさ。はい。いや、なんでもない。気にしないで。俺が返事をすると、うららさんはいつもの笑顔に戻っていた。うららさんは要領がいい。洗濯機も掃除機も使い方をきちんと覚えたら、すぐに使いこなした。しかし、料理だけは努力が必要だ。うららさんと作った夕食を食べながら、俺はうららさんに確認する。うららさん、これ砂糖と塩間違えてない？え、嘘。食べてみる。で、しょっぱだし巻き卵を食べながら険しい顔をする。その自然体のリアクションが面白くて、思わず笑ってしまった。そんな俺に驚くうららさん。あ、やっと笑った。え？やっと笑顔が見れた。会社でも家でも笑った顔はあんまり見たことなかったから。そうですか。俺はナオが亡くなってから笑顔が少なくなっていることに気づいていた。でも最近出会ったうららさんが気にしてくれていたとは。ナオの話は社内では春菜しか知らない。ここでむやみに掘り起こされるのも嫌なので、俺は慌てて話題を変える。うららさん、この肉じゃが
とても美味しいですよ。え、本当？うん、美味しい。うららさんの作った肉じゃがは家庭的な味がして美味しかった。うららさんも想像以上に美味しかったのか驚いている。俺は箸を止めてうららさんの方を向く。うららさん、いいお嫁さんになれますよ。うららさんと結婚できる人は幸せですね。何よ急に。褒めても何も出ないからね。照れ隠しなのか焦り出すうららさん。うららさんは自然体で表情もコロコロ変わる。一緒にいて飽きない。じゃじゃ馬な部分はあるかもしれないけど、素直で明るいうららさんは素敵な女性だと思った。そして彼女のポジティブなところが鬱屈した俺の心を明るく照らしてくれた。本心です。いつもありがとうございます。うららさんといると明るくなれるから。別に仕事できているだけよ。でも誰かにそんな風に言ってもらえること初めてだから、なんだか変な気持ち。うららさんは口調は強いが顔はニコニコしている。嬉しそうだ。俺も微笑み返す。うららさんは数秒俺を見つめた後、はっと我に返り慌てて食事を再開した。どうしたのだろうか。あ、明日雨が降るって。大変。傘いるわよ。うららさんは急に話を変えた。俺はそんなうららさんを見てまた笑うのであった。うららさんは苦手なことも諦めない。納得がいくまで立ち向かうタイプだ。そんなうららさんと過ごしていると暗くてジメジメした気持ちが吹き飛んでいく。晩ご飯も終わり、うららさんは帰り支度を始めながら俺に問いかけた。そういえば奥の部屋の掃除はしなくていいの？うららさんは奥の部屋を指さす。あの部屋はいいんです。そう？不思議そうな顔をするうららさん。俺はいたたまれなくなってわざとらしく時計を見た。あ、もうこんな時間ですよ。明日もお仕事ですから今日はこの辺で。そうね、ドライバーも来たみたいだし今日はもう失礼するわ。うららさんには専属ドライバーがおり毎回送迎してもらっている。さすが社長令嬢だ。うららさんをマンション1階のホールまで送り、俺は誰もいない部屋に帰ってきた。不意に奥の部屋が目に入る。俺はゆっくりその部屋に入った。なお、寝室とは違うこの部屋にはなおの思い出がたくさんしまってある。結婚式のアルバム、プロポーズの時の婚約指輪、プロポーズした時に渡したバラの花束も、なおが丁寧に乾燥させドライフラワーにして飾っている。在宅勤務が多かったなおはあの奥の部屋を仕事場としても使っており、なおの存在そのものを感じられた。なおが亡くなってからろくに片付けておらず、家事代行サービスを頼むタイミングでリビングや寝室にあったなおとの思い出も全部その部屋に隠した。俺はなおが愛用していた椅子に腰掛けてアルバムを開く。出会いから新婚旅行、日常の何気ないなおの顔がたくさん映っている。なおが生きている頃は俺はカメラが趣味だった。なおと近くの公園や展望台に行って、なおと一緒に作ったお弁当を食べてはしゃぐなおを気ままに撮影する。高級撮りでない俺はお金のかかることは満足にやってあげられなかったけど、なおは文句も言わずに小さな幸せをたくさん見つけてくれた。そんな何気ない日々がとても幸せだった。でもその日々は壊れた。俺のせいで。なお、ごめんな。なお、俺がもっと。気がつけば泣いていた。仕事を始めてだいぶ成長したと思っていたけど、実際はまだまだだ。なおをあの日に置いたまま
俺の時は進む。だから思い出に浸って、ナオの元に帰るんだ。俺とナオの思い出。これは誰にも触らせないし、誰にも邪魔させない。バカだと思われても構わない。だってこれが、俺たちが繋がっていられる唯一の方法だから。外回りの営業の終わりに、汽車した春菜が会社のエレベーターに乗り込むと、遅れてうららがやってきた。うらら様、お疲れ様です。何階ですか？春菜、お疲れ。6階押して。承知いたしました。今日は秘書もおらず、うらら一人だ。珍しいこともあるものだと思いながら、春菜はエレベーターのボタンを押した。営業部の春菜は仕事上、経営層と話す機会が多い。うららの性格もよくわかっている。家事代行サービスで、京介の家にうららが来たことには驚いたが、それが続いていることの方が驚いた。春菜は、うららの方を向いてお礼を言った。ありがとうございます。京介、いや、遠野のこと。うらら様が家事代行サービスで、遠野の家に来てくれて、本人もだいぶ明るくなったように思います。ふん、まあ当たり前よ。私だもの。相変わらず強気のうららに、春菜は苦笑いする。エレベーターは上の階へ進んでいる。遠野京介のことなのだけど、春菜がうちの会社を紹介したのよね。え、ああ、そうです。高校時代からの友達で。怖いの。え？突然の告白に、驚いてうららの顔を見る春菜。しかしうららは表情を崩さず、まっすぐな目でエレベーターの表示案内を見ている。声色はどこか切なそうだ。彼の家、どことなく殺風景で怖いの。いつかフラッといなくなってしまいそうで。あ、気丈に振る舞っている彼女の意外な一面を見た春菜が言葉に詰まっていると、エレベーターは目的の階に着いた。うららが降りる。あの、うらら様。ごめん、春菜。忘れて。京介は、あなたに感謝してると思いますよ。エレベーターのドアが閉まる直前、春菜は思わず叫んだ。驚いたうららだったが、その後にっこりと微笑み、ありがとう。と言った。数日後、家事代行サービスの日、この日のうららさんはなぜか上機嫌で、一人で料理すると言って聞かなかった。まだ家事代行サービスを利用して数回、掃除洗濯はできても料理には若干の怪しさがある。俺が手伝いますよと言っても台所にも立たせてもらえなかった。鼻歌まで歌ってる。ご機嫌なうららさんに戸惑いながら、俺はとりあえず待つことにした。が、あ！え？うららさんの大きな声に慌てて駆け寄る。万が一社長令嬢に大きな怪我をさせたら、俺の首が飛ぶかもしれない。うららさん、大丈夫ですか？入ってこないで！すみません。数十分後、食卓には色鮮やかな料理が並んだ。うららさんが家に来始めてまだ数回だが、彼女の飲み込みの速さに脱帽する。美味しそう。すごいでしょ。自信作です。楽しそうに笑ううららさん、きっと相当練習したのだろう。ところどころ指に絆創膏が貼ってあることに気づいた。あ、はい、すごいです。誰かのために料理するって素敵なことよね。よくわかったわ。そうですね。彼女と出会って数週間だが、俺は彼女の温かさや気遣いに触れ、自分の心がほぐれていくのを感じ始めていた。いつかうららさんは誰かと結婚する。その練習のために今家事代行サービスをしている。うららさんの家庭はきっと笑顔の絶えない明るい家庭だろうな。そんな想像をすると胸がギュッと痛くなった。うららさんは素敵な女性だ。俺の心をいとも簡単に溶かしてくれた恩人だ。気づけば職場でも家でも
彼女のことを目で追ってしまっている自分がいた。それと同時に奈緒のことを思い出し、時々胸が締め付けられるような感覚に襲われている。俺には奈緒がいるんだから、何やってんだよ。奈緒以外の女性に心惹かれるなんてあってはならない。俺は奈緒に償わなければならないから。台所に立つうららさんが奈緒と被ってしまって直視できなくなったこともあった。俺はなんとか俺の心の中にいるうららさんを追い出そうとする。うららさんの前ではそんな表情を見せまいと気丈に振る舞っていたつもりだったが、どうやら彼女には気づかれていたみたいだ。京介、話があるの。話ですか？料理を食べ終えてうららの帰宅時間が近づく中、不意にうららさんが俺に話しかけた。ダイニングテーブルに座り、姿勢を正す。うららさんは真剣な目で俺の方を見た。京介の心の中には何か大きな悲しみがあると思う。詳しくはわからないけど、それが京介の支えになっていると思うし、でも縛り付けているものにもなっているように見えるの。うららさんに奈緒のことは言っていない。会社でも春菜しか事情は知らないし、春菜も不用意に他人に話すタイプではない。俺の行動や表情を見てうららさんは何か感じるものがあったのだろう。初めて会った日のこと覚えてる？あのお寺で。覚えていたのですね。うららさんが覚えていたことに少し驚く。ただほんの数秒の出来事だったから。ええ、もちろん。あの日のあなたのことは忘れられない。お墓を愛しそうに撫でて涙を流していたから。すみません、見苦しいところを。私ね、幼い時に母を亡くしてるの。それであの時お寺にいたのよ。そうなんですね。気丈に振る舞っていたうららさんにも辛い過去があったんだ。社長は会社を大きくするのに忙しく、お手伝いさんが作った料理を一人で食べていた。孤独の中で懸命に生きていた幼い頃のうららさんを想像し胸が痛む。数秒の間が空いてうららさんは話し出す。ねえ京介、私あなたと再び会社で会った時、この出会いは運命かもしれないって思ったの。あなたの家で家事代行サービスを募集しているって聞いて、無理を言って京介の家に行かせてもらったの。私も大切な人を失う辛さを知っているから。そんなことがあったなんて。うららさんは俺を心配してくれていたんだ。申し訳なさと嬉しさで頭がこんがらがる。京介、あなたに何があったか聞きたい。うららさんはストレートに聞いてくる。彼女のまっすぐで素直な人間性がここにも出ているなと思った。でも奈緒の思い出を話すことに抵抗のあった俺は素直になれない。なんでそんなこと。ただの家事代行サービスですよ。好きだから。え？京介のことが好きになってしまったから。ストレートな告白。うららさんの目は俺の目を捉えて離さない。うららさんはとても素敵な女性だ。でも俺は他の誰かと心を通わせることなんて考えたことなかった。こんな時にも奈緒のことを思い出し罪悪感に苛まれた。好きって、いや、うららさんは社長令嬢ですよ。俺なんか釣り合わないです。こんな返事しかできない自分にヘキヘキする。その理由は嘘ね。あなた何か迷ってる。本当の理由を教えて。言えない。黙り込む俺最低だ。答えは一番俺がよくわかっているのに言えない。言い出したら思いが溢れそうで言えないんだ。どうして？私じゃダメ？
辛そうなうららさんの顔、そんな顔させたくない。このままだと俺は何も変われない。うららさんにも失礼だ。なおの思い出にしがみついて生きていきたい。それじゃダメだ。変わりたい。変わりたくない。様々な思考が葛藤する。でも目の前で泣きそうになっている彼女を見て、俺は決心した。来てください。俺は椅子から立ち上がり、うららさんを奥の部屋に案内した。この部屋って妻の仕事部屋でした。奥様？うららさんは驚いているようだったが、動揺はしていなかった。彼女の覚悟を感じた。うららさんは俺とナオが写っている写真立てを手に取った。綺麗な人ね。彼女が今でもあなたの心の中にいるのね。はい。うららさんは部屋の中をゆっくりと見回した。俺のせいなんです。妻が亡くなったの。え？妻のナオは生まれつき心臓が弱くて、いつ倒れてもおかしくなかったんです。でも30年元気に過ごしていたから、俺もナオもそのことをすっかり気にしていなくて、本当に突然の発作でした。俺があの日もう少し仕事から早く帰っていれば助かったかもしれないのに。家に帰ってきた時、苦しんでいた妻の顔を思い出す。5分くらいの差だった。それはあなたのせいではないわ。発作なんていつ起こるかわからない。俺のせいなんです。俺が気をつけていれば。だから俺は妻のためにこの人生を捧げるんです。うららさんは涙を流した。俺の声も震えている。でもそんな風に自分を責め続けていたら、ナオさんも本当に悲しむと思うわ。俺にはもう幸せになる資格はない。だからごめんなさい。あなたの気持ちがわからないわけじゃない。でも私は。うららさんは言葉を言い切る前に家を飛び出した。うららさん。俺はうららさんを追いかけることもできず、ナオの写真を見つめながら心の中のナオに聞いた。なあナオ、俺は幸せになるべきじゃないよな。だってナオを助けられなかった。写真の中のナオは笑ったままだ。まぶたを閉じれば天真爛漫で笑顔のうららさんを思い出す。でもその光は俺にとって眩しすぎた。自分の心が裂かれそうな痛みの中で、俺は一晩中泣き続けた。その日からうららさんはうちに来なくなった。職場ですれ違ってもお互い目も合わせない。一度話しかけようとしたが無視されてしまった。もう完全に終わった。これでよかったんだ。俺はひたすら仕事に没頭し、うららさんのことを忘れようとした。しかしうららさんの姿を心から消し去ることはできなかった。夜になるとうららさんの笑顔や楽しかった日々が何度も頭をよぎり、彼女がもたらしてくれたぬくもりが自分の心にどれほど大きな影響を与えていたかに気づかされる。それでもナオへの罪悪感と新しい一歩を踏み出すことへの恐怖が俺を縛りつけ、俺は自分の中の感情に押しつぶされそうになった。ある日車内を歩いていると、別の部署の人が話している内容が聞こえた。聞いた？うらら様、お見合いするんだって。相手は大手の谷川商事の御曹司。来週の日曜日がお見合いなんだって。さすが、あの人じゃじゃ馬だけど美人だもんな。それがうらら様って家事スキルもめきめき上達していて、今では立派なお嫁さん候補らしいよ。社長も喜んでるって。俺は心臓が一つ大きく跳ねるのを感じた。うららさんがお見合い。
お見合いするんだ。俺とうららさん、所詮は身分違いの恋だから。そっちの方が幸せだよな。自分に言い聞かせるようにつぶやき、納得しようとした。うららさんが自分のような普通の人間と一緒にいるなんて、そもそも無理な話だ。何も言わず身を引いた方がいい。それがうららさんのためだ。うららさんが俺に向けた感情なんて情けに過ぎないのだから。しかしうららさんのことを考えるたびに心がきしむように痛んだ。彼女がキッチンで無邪気に笑う姿、失敗しながらも一生懸命家事をする姿が頭から離れない。そして心の中でどこか自分に言い聞かせていた幸せになってはいけないという思いが次第に揺らいでいくのを感じていた。京介、最近元気ないよな。え？土曜日、休日だが春菜がうちに遊びに来た。どうやら最近の俺の様子を見て心配してくれたらしい。そんなことないって。あ、ゲームでもする？苦笑いしながら話をそらそうとする俺を制止し、春菜はまっすぐな目で俺を見た。お前さ、俺ら何年友達やってると思うの？なんかあった？さすが春菜にはかなわないな。俺はうららさんとの出来事をかいつまんで話した。春菜は真剣に聞いてくれた。まあ俺は庶民だし、身分違いの恋すぎるよな。うららさん、変なものでも食べたかな？京介はうららさんのことどう思ってるの？え、いや、そんな俺には恋人作る資格なんてないし。資格があるとかないとかではなくて、京介の心を聞いてるんだよ。いや、それは。春菜に詰められたじろぐ。てっきり春菜もお前には無理無理と笑って流してくれると思ったのに。なおちゃんがいなくなってからずっと自分を責め続けてるの分かってるよ。でもな、お前はなおちゃんのことを理由に今を生きることから逃げてるんじゃないか？京介、本当はお前もうらら様が好きなんだろ？好きなら何を迷ってるんだよ。だって俺は。春乃はもどかしげにため息をつき、さらに強く言った。なおちゃんだって京介が幸せになることを望んでいるはずだよ。俺は春菜の言葉を聞きながら直人の記憶に浸った。過去の幸せな日々、彼女の笑顔、そしてその突然の別れ。どんなに願っても彼女はもう戻ってこない。その現実に向き合わなければならないと分かっていながら、直への愛と未練が俺を現実から遠ざける。うらら様はお前がそうやって過去に囚われているのを感じながら、それでも一緒にいたいと思ってくれたんだ。それをお前は自分の痛みを守るために突き放した。お前がなおを愛していたのはわかるけど、なおだってお前が苦しみ続けることを望んでいるわけがないんだ。俺は返す言葉がなかった。春菜の言葉が胸に突き刺さる。うららさんは悲しみに沈む俺に新たな温かさを与えてくれた。それは俺が一番よくわかっているはずだ。見合いっていつなんだ？場所はおそらく社長が懇意にしてるあのホテルだろうな。に、日曜日って言ってた。明日？もう時間がないぞ。覚悟決めて自分で乗り越えろ。春菜はそう言ってホテルの場所をメモした紙を俺に渡して帰っていった。俺は呆然と立ち尽くすことしかできなかった。日曜日、お見合い当日、俺は結局悩みに悩んで家にこもりきりだった。どうせうららさんは俺みたいな人間のところには戻ってこないだろう。そう言い聞かせ外に出ないことを決めた。お見合い前提の出会い、うららさんも仕方なく来た家事代行サービスだ。ただの家族ごっこで浮かれていただけ。俺とうららさんでは身分が違いすぎる。
うららさんのことは好きだ。でも、ナオのことも好き。ナオが亡くなった時、残りの人生もナオのために生きていくと決めた。だから行かなくていい。俺は自分の思いを正当化した。さて、ゲームでもするか。部屋の中でふと目に入ったのは、亡き妻、ナオの部屋のドアだった。俺は思い立って、そっとそのドアを開けた。記憶の中のナオに、会いに行くために、不意に部屋の片隅に置かれていた古い手紙の束が目に留まる。その一枚一枚に目を通す。ホワイトデーの時に俺があげた手紙や、クリスマスカード。ふと手紙に目が止まった。ナオの綺麗な字だ。この手紙は見たことがなかった。手紙には短くこう書かれていた。いつか私が先にいなくなったとしても、あなたもどうか幸せになって、京介の幸せを願っている。ナオ。その一言に、俺の目からポロリと涙がこぼれ落ちた。いつ亡くなるかわからない彼女だったからこそ、手紙に思いをしたためたのだろう。抑えきれない涙とともに、自分の中で固く閉ざされていた心が少しずつ解き放たれていく。俺は何をしていたのだ。過去に囚われて自分を正当化し、周りを傷つけた。あの日から一番進めていないのは俺だ。なお、俺は君を失って、ずっと生きる意味を見失っていた。でも今、俺のそばに誰かがいてくれる。俺も新しい人生を歩んでいいのかな。なおがこの手紙を俺に届けてくれたような気がした。俺はゆっくりと深呼吸をして、決意をしたように立ち上がる。スーツの上着をつかみ、うららさんのお見合いが行われている場所に向かって駆け出した。うららさんのお見合いが行われるであろう高級ホテルに到着すると、俺は息を切らせながらロビーをかけた。きらびやかなシャンデリアが輝く中、ロビーのソファーでうららさんと彼女の父である社長、そしてお見合い相手であろう若い男が上品な笑顔を浮かべて座っていた。うららさんはどこか浮かない顔をしている。うららさん、少し距離があったため、うららさんは俺の声かけに気づかなかった。不意にうららさんが席を立った。俺はすぐさまうららさんの後を追いかける。彼女は柱の陰に隠れて涙を拭いていた。佇むその姿を見て、彼女の苦しみと今まで自分が彼女をどれだけ遠ざけ傷つけてしまったかを改めて痛感する。息を整え、そっと近づく。うららさん。え？京介？突然の俺の登場に驚くうららさん。瞳には安堵と驚きが浮かんでいるようだ。なんでこんなところに。うららさん、俺、本当に大切なことに気づいていなかった。過去に囚われていた俺を救い出してくれたのは、うららさんです。俺も、うららさんのことが好き。京介、一緒に帰りましょう。ごめん、本当にごめん。あなたを傷つけるつもりはなかった。うららさんは俺の胸の中で肩を震わせた。俺はぬくもりを感じながら、うららさんの涙を拭い去る。君、ここで何をしているのだ。あ、俺たちに気づいた社長が冷たい声で尋ねた。お父様。心配そうなうららさんの声。俺は意を決した。社長。俺は社長の方に向き直り、姿勢を正す。やはり大企業の社長だ。存在だけで威圧感がある。俺は震える手を握った。これはどういうことかね。申し訳ございません。私は営業事務部の遠野京介と申します。うららさんとの交際を認めていただきたく参りました。認めるも何も、
なぜこんなところで。俺はうららさんを幸せにしたいと思っています。声を震わせながら大きな声で答えた。全員の視線が自分に集まる。顔はきっと真っ赤だろう。今の俺にはそんなことはどうでもよかった。自分の気持ちを伝えることだけが今の俺にとって何よりも重要だったのだ。いきなりこのようなことを申し上げ、ご無礼なのは重々承知しております。でも私はうららさんと一緒に生きていきたいんです。京介。うららさんの声色は次第に柔らかくなり、どこか嬉しそうだ。俺は腹をくくり顔を上げた。社長はため息をつき、困惑の表情を浮かべる。君には大人としての礼儀がないようだ。こんな場所で結婚話をするなんて。申し訳ございません。今日がうららさんのお見合いとお伺いしまして。お見合い？キョトンとする社長とうららさん。すると先ほど二人と話していた若い男性が笑顔でやってきた。まあまあお父さん。お父さん？俺は絶句する。もうお父さんと呼んでいるのか。わなわなと震えている俺に若い男性は余裕の笑顔で対応してくる。俺が婚約者に見えましたか。俺はうららの義理の兄です。京介くんだったかな。うららのお見合いは来週だよ。いやー噂って怖いね。来週？そういえば来週の日曜って俺早とちりした。赤かった顔がさらに赤くなる。うららさんは肩を震わせて笑いをこらえているようだった。俺完全にやらかしている。男性が続ける。来週のお見合いは俺の紹介だったんだ。でもお見合いの必要はなさそうだね。いたずらっ子っぽく微笑む男性に俺はめまいがした。すみません、いても立ってもいられなくて。いいんだよ。俺は君の会社で働いてないし、勘違いするのも無理はないよ。熱い思いが伝わってよかったですよね、お父さん。うん、君が京介くんか。いつも娘から話は聞いてるよ。え？驚く俺に今度はうららさんが焦り出す。ちょっとお父様。君の家にうららが派遣されたのはたまたまだったが、こうしてもうららも成長してくれて嬉しいよ。すまないが奥さんのことはうららから聞いている。奥さんのことはかわいそうだが、君はうららのことを幸せにできるのか。俺は拳を握り直した。手汗でびっしょびしょだ。でも俺はもう迷わない。確かに俺は未だに失った妻のことを引きずっていました。過去にとらわれて幸せになってはいけないと決めつけていた。でもうららさんが気づかせてくれたんです。幸せになることを恐れてはいけないって。京介。俺はうららさんがそばにいてくれたからここまで来られました。俺にはうららさんが必要です。うららさんと一緒に歩んでいきたいんです。社長は呆れたように腕を組んで京介を見つめていたが、ふと苦笑いし肩をすくめた。君がそこまで言うなら仕方ないな。様子を見させてもらおう。まだ認めたわけじゃないからな。まあ来週のお見合いは断っておくか。ありがとうございます。京介やったね。うららさんのお兄さんもにっこり笑って拍手している。俺とうららさんお互い手を握りしめ静かに微笑み合った。うららさんと外に出ると、うららさんは俺に向き直りいたずらっぽく微笑んだ。さっきの顔最高に真剣だったわね。いつもの京介らしくなくてちょっと面白かった。言わないでください。俺だって恥ずかしかったんです。日付間違えるから焦ってたんだ。当たり前でしょ。もう失いたくないですもん。京介のくせに生意気。
うららさんは照れくさそうに顔を背けたが、俺はうららさんの手を離さなかった。その手の温かさをずっと忘れないようにと握りしめたまま、街灯が灯る夜の街を二人で歩きながら、自分たちの過去をたくさん話した。友達のこと、家族のこと、そしてなおのことも。うららさんは優しい顔で聞いてくれた。これって初デートみたい。外で会ったことなかったもの。そうだね。これからは思い出たくさん作りましょう。俺がそう言うと、うららさんは嬉しそうに返事をした。俺はふと足を止め、うららさんの方を向く。改めて、うららさん、好きです。俺と一緒にいてください。俺の言葉にもう迷いはない。京介、私、京介の痛みも全部受け入れる覚悟があるの。奈緒さんのことは奈緒さんとして大切にしてくれて構わない。でも、私は京介のそばにいたい。私をお嫁さんにしてください。うららさんの告白には、すべてを受け入れる強さと愛する気持ちが滲んでいた。心の中で長く絡みついていた奈緒への未練が、音を立てて解き放たれるのを感じた。うん。俺は胸がいっぱいになって、慌てて目をそらす。うららさんには、かなわないな。あれ？京介泣いてるの？あれあれ？俺を茶化すうららさんは、いつものうららさんに戻っていた。うららさんのことをゆっくりと抱きしめる。人のぬくもりがこんなに心地よいものだったなんて、俺は忘れていた。なお、ありがとう。君と過ごした日々は、ずっと俺の心の中にある。でも、俺はもう一度、新しい人生を歩んでみるよ。その思いとともに、俺はうららさんの手をしっかりと握りしめ、彼女を自分の未来として選ぶ決意を固めた。抱き合う二人の周囲には、まるで祝福するかのように、柔らかな風が流れる。二人は、固く結ばれた絆の中で、新たな一歩を踏み出した。にゃー！京介！来てー！え、火止めて！俺はうららさんを守りながら、慌ててガスコンロの火を止めた。なんで鍋から火が出るんですか？料理はあらかたできるようになったし、そろそろ本格中華に挑戦しようと思って。京介の正社員昇格祝いってことで。気持ちは嬉しいですけど、それってただ中華作りたいだけでは。うららさんは笑ってごまかす。そもそも俺の家のキッチンにそんな立派な鉄鍋があることがおかしい。どうやらうららさんが買ってきたようだ。俺は契約社員から正社員として正式に採用された。課長も斉藤さんもとても喜んでくれた。春菜には正社員になった初任給でお高めの焼肉をおごった。春菜は毎月おごってくれよって笑っていたけど、ほんと周りの人には感謝してもしきれない。うららさんは俺の家に毎日来るようになった。家事代行サービスではなく恋人として。料理もだんだんと上達してきている。二人で暮らすには少々手狭な家だが、思い出の詰まったこの家をうららさんは無理に引っ越さなくてもいいと言ってくれた。可愛いからって許されませんよ。俺はうららさんを小突いた。そもそも京介の家がガスコンロなのが悪い。よし、 IH に変えましょう。リフォーム代いくらだと思ってるんですか？うららさんとの毎日は相変わらずはちゃめちゃで、笑いが絶えない。身分も違うし、歩んできた道も違う。これからもたくさんの障壁があるだろう。でもうららさんとなら超えていける気がする。俺の心を溶かしてくれたうららさんとなら。これが俺たちの馴れ初めです。ご視聴ありがとうございました。今回の二人の馴れ初めはいかがでしたか？良かったと感じた視聴者様は
すぐに画面下のチャンネル登録と通知用ベルマークを押してください。新しく投稿された動画をいち早くお楽しみいただけます。またいいねや馴れ初め最高とコメントしていただけると励みになります。他にも素敵な馴れ初め動画がたくさんあるので、よかったらもう一本見ていってくださいね。